月9日、住吉区の大阪府教育センター附属高等学校で au ペイを使ったキャッシュレス文化祭が開催されました。文化祭では各クラスごとにブースを出展、生徒だけではなく来場者も楽しめるゲームコーナーや焼き鳥、フライドポテトなど様々な模擬店が出展されました。そしてその支払いが大阪府の高校の文化祭では初の試みとして au ペイで行われました。au ペイを導入するきっかけは、文化祭をやるにあたっていろんな課題がありまして、例えば現金を使うリスクであったり、社会とのギャップであったりというのがあるので、文化祭1日を楽しむためではなくて、文化祭というものを通じて社会とつながる勉強をしていく、そういう学びの機会の一つにしたいために、社会に適応したキャッシュレス化を考えてみました。生徒たちはスムーズに使いこなせていたようです。ありがとうございます。 QR 読み込むだけで支払えるのでとても便利です。金銭間違いがなくてとても便利です。読み取りも早かったし、もう財布持ち歩く意味ないかなみたいな文化祭で思いました。また au ペイの導入で売上の集計が簡単になるなど、販売する側にもメリットがあったようです。他のクラスとの売り上げを見ることで、こう自分たちのクラスをなんかこう何ですか、鼓舞するというか、この頑張ろうってなると思うんで、これはすごいいいと思います。また文化祭の会場には au ペイブースが設置され、オリジナルギフトカードの販売やサポートなどが行われていました。そうですね、今日はこの口座支払いをしていただいて、事前にどのようなことをされたいのか、というのをお聞きして、それに合った、サポートをさせていただいています。具体的にはですね、金融授業ですね、高校生向けの金融授業、あとスマホ安全教室、こういったものと、当日の、QR コード決済終わった後もですね、いくらの決済がどこのお店であったのかといったような報告まで、させていただいてまして、次年度につながるような学園祭の報告会などもやってございます。 au さんから、みんなの全校生徒の方に向かって説明がありまして、で au pay のメリットデメリットとか、使いやすいのでやり方とか全て一から教えてもらいました。来年も au pay を使って文化祭をして、でそれがこの学校だけじゃなくて、いろんな学校も au ペイでキャッシュレス決済になっていくと、もっと便利になっていくかなって思いました。